ヘルメット姿の若者たちが続々と詰めかける東京晴海国際貿易センター。8月25日から3日間にわたって開かれた東京モーターサイクルショーは若者たちでいっぱい。ハイライトの一つ、トリック、人力車のような格好をした今アメリカで流行の三輪車は人気の的です。サイドカーやレース用のダイナミックな車体が好きだという女性ファン。しかし、40〜50万を超す値段にちょっと手が出ない様子です。展示場前広場で行われた警視庁アクロバットチームの実演。道路でこんな真似をしてはいけませんと、そこはおまわりさん。交通安全の指導も忘れません。次々と繰り広げられる妙技。モーターサイクルショーは和製イージーライダーを競う若者たちをすっかり魅了したようです。